オクラ、ズッキーニ、キュウリ、アスパラ、ノンオイリの中のノンオイリとはこいつのことか。いただきます。いただきます。いつものお前じゃないみたいな。うん、朝食のブルーが、うん、完食するってないですか。そうだね。はい、皆さんこんにちは。はい、またこの3人でこの並び順でやっていきたいと思います。なぜなら、同じ日ですからね、これね。はい、ということで、先ほどかき氷を、いや、冷たかった、ね、かき氷という名の白飯をね、囲んだわけですけども、今回はあえて鍋をこの真夏に食べてみようかなと。こんなに暑いのに、こんだけ暑いのに鍋を食べようと。ただそのね、冬やったようにただの鍋じゃね、面白くないから、冬は、駄菓子鍋って言って、駄菓子だけで鍋を作ってみたんですけども、ただ単に鍋作ったんじゃない、ルグレンジャーの流すたるってもんじゃねってもんじゃねえんだよ。言い過ぎです。はい、ということで、今回は夏野菜だけで美味しい鍋が作れるかどうかっていうね、そういった実験を兼ねてやるわけですけども、はい、中身がどんな感じかというと、じゃあピンクさんちょっと見てあげてください。出来上がっております。出来上がっております。でん、夏野菜鍋。これね、中身はですね、ちょっとすごいいっぱい入ってるんですけども、オクラ、ズッキーニ、キュウリ、アスパラ、パプリカ、赤、黄色、かぼちゃ、トウモロコシ、みょうが、玉ねぎ、はい、あとは、もうちょっと中入ってますはい、あとはキュウリ。キュウリ2回出ましたよ。キュウリ、あ、じゃあズッキーニ、そんな感じですね夏野菜だけでちょっとこれね、見えないと思うんですけど、ちょっと今日は固定でやってるんで、あとプチトマトだね、トマトすごいね、めちゃくちゃヘルシー、油ゼロ、ノンオイリーの中のノンオイリーとはこいつのことかっていうぐらい、すべて野菜ですね。そう、肉をちょっと入れた方がうまいんじゃないのってさっきね、僕が調理してる時に言ったら、ピンクはそれ赤やろ夏野菜だけでちゃうやろ、美味しい鍋になっちゃう。そう、美味しいね。なので、今回は夏野菜と、あとは調味料はちょっと入れてますけども、だけで美味しく作れたかどうかちょっとね、食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。まずスープから。美味しい。美味しい、割とうまいね。俺でもなんかゴーヤ臭がちょっと強いですね。そうだ、忘れてた、ゴーヤ、夏野菜ではゴーヤですね。美味しい。あ、でも美味しいですね。意外に、あとナスも入れたんだ。すごいね、20種類ぐらい。ちょっと、いや、ナス美味しいですよ。うまい。うん、ナス、うまい。ナス美味しいと。うまい。俺ちょっと意外、こんなにうまくなる。美味しい。今日ちょっとキュウリ、キュウリはちょっとやばいんじゃないかって言おうと思ったら美味しい。意外にキュウリ美味しいですよ。マジで。俺キュウリも、キュウリ入れたらちょっとね、あかんやつやって言って、黄色のやつを言いたかったんですけど、これキュウリです。もうプルプルしてます、これ。うん、あ、美味しい。ああ、なんかね、いや、これ美味しいですよ。ちょっと洋風な味付けしたんですよ、今回夏野菜ってことで、ブイヨンとかそういうの使って洋風なちょっと味付けしたんですけど、キュウリはあれだね、ちょっとこう温かいピクルスみたいな。ああ、そうです。そうだね、癖のないピクルス、割といけます、これ。こいつは何でしたっけ。アスパラ。アスパラめちゃくちゃうまいじゃないですか。うん、あ、うまい。もうホクホクだ。ちょっと意外、俺ね、野菜だけで鍋って作ったことないから、大体やっぱ動物系の物入れるじゃないですか、肉とかね。こっちは肉しかないんだけど、どうですけど。魚とかね、タラとか入れるじゃないですか。なんですけど、今回、本当にいわゆる野菜だけで、やった割には味がちゃんと出てます。これトマト。ね。トマトうめ。トマトうまっ。やべ、ちょっとこれ口調なくなっちゃったね。これちょっと成功しすぎましたね。そうもうちょっとなんかうわってなってほしかったんだけど、あまりにも。ゴーヤ食べました。ゴーヤ食べてない。食べました。こいつはやっぱ主張する。なるほど。ゴーヤってあんまり、スープに入れることあんのかな。ゴーヤ、いただきます。
が、まあ、ゴーヤーちょっと苦いですけど、苦いね。ゴーヤーちょっと粉っぽい、うん、なんか若干粉っぽいね。いつものお前じゃないみたいな感じになってる、うん、うわ、あ、苦い、苦いけど、うん、まあなくはないな、全然。かぼちゃなんて多分普通にうまいんじゃない。いや、かぼちゃ美味しかったですよ、かぼちゃ美味しいですよ、うん、なんかかぼちゃ俺あんま好きじゃないけど、これうまい、美味しい。いやちょっとどうしよう、終わる終わっちゃうけど、美味しい尽くしね。ズッキーニ行った、もうちょっと微妙だけど、ズッキーニ、さっきのキュウリとちょっと他の一緒です。でもこれズッキーニの方が、うん、あのキュウリよりもズッキーニの方が、あ、そうだね、俺なんか歯応えがあって、ほんとコリコリしてる、うん。いやちょっと意外や意外、落としどころがなくなりました ねただこう、なんか飯食いながら座談会みたいな感じですけど、いやちょっとね、まあ、このやっぱスープの割合かもしれないんで、こうレッドのレシピ的なのが多分後でネットに載るんでいや載せないよ載せないんですけど、僕まあちょっとね、あの今回話すのってなかったんですけど、あのまあなんせあまりこうちょっと普通に美味しいから、あの喋ることないんで話しますけど、作るときに僕絶対鍋を作るときには野菜を、その例えば白菜とか玉ねぎとかを一番下に敷いて、少し水を入れて塩を入れて、それだけを最初蒸すんですよ、うん、でそうすると野菜から旨味が出てくる、そっから水を足していくとすごい素材の旨味が出る。塩がポイントだ、塩ポイント、塩ポイントだし、あと最初に少ない水でこう蒸して、こう、そう、蒸らして味を抽出するみたいなのをやるとうまいんだけど、いきなりそのお湯を張ったとこにこれだけのやつでバーン入れてもこの味にはなんない。やっぱこの喜びはレッド流みたいな、まあ、もう俺のやり方っていうよりも、まあ、ちょっとそれにしてもどうしよう、美味しい、美味しすぎるいやね、こんなはずしちゃなかったんだけど、いやまあでもたまにはね、美味しいもの、さっきもさ、かき氷もまあ納豆は俺結構うまいなと思ったんだけど、うん、たまにはこういう普通なのもあってもいいんじゃねえかなみたいな。でもあれか、駄菓子鍋の時もあうまいっつってみんな割とね、最後のあのベビースターのさ、はいはい、締めとか普通にうまかったもんね。あれは確かに今やっぱ全体的に酸っぱかったやつ、あうまい、ずっと酸っぱい、よって何かがちょっとあそうだ、よって何かの酸味がね、はい、なるほど。いやでも料理の完成度が高すぎます。いやこれちょっと美味しい、これでも普通に肉入れたら鶏でも豚でも肉入れたら絶対普通にうまいから、うん、あとこれが完成かもしれないですよね、うん、まあ夏野菜を使って鍋を作るとうまくできるよってことね。なかなかあの朝食のブルーが、うん、完食するってないですよね。そうだね普通に食ってるけど、いやちょっと味を変えてチリペッパーを入れて、これ多分洋風なんで、わざと普通ね鍋とかだとやっぱあの缶ずりとかあと柚子胡椒とかじゃないですか、はい、あえて洋風なんで今日はあの100均ダイソーさんで見つけたチリペッパーをこれ絶対、これはね絶対売って、もうあの昔から言われてるこれやっぱ辛くないと思うね、あんまり、まあうまい、料理沸騰、うん、やべえな、普通にうめえな、どうしよう、終われないですよいやー、食べました、満腹ですね。結構、まあ、多分野菜だからね、後から あのお腹空いてくるかもしれないですけど、はい、もう普通に本当にブルーがいつもだいたい一口舐めるぐらいでだいたいこういう食べる時はね、まあ、シュールとかはあれですけど、はい、こういう時だけ大体ちょっと食べたーって言って、ちょっと食べたーって言って、はい、今回も完食しました。完食です。本当、お茶漬け以来ですよ。あ、そうだね。お茶漬け以来だね。そうだね。いや、でもそのくらい、ちょっと俺も意外にうまくて、ちょっと自分でもどうしようみたいな。進行し、逆にしずれみたいな感じでしょ。そうだって、あの旅館にチェックインするときのおかみさんに、うん、鍋なんてこんな暑いときにやるんじゃないわよって言われて、怒られたからね、鍋やるって、ね、もうバーベキューやってる人こそちょっとね、火焚いてる場合じゃねえ、本当にね、鍋だけっていう、そう鍋だけっていう、いやでも本当あの夏野菜だけでやったけどすごい美味しいし、その本当素材の旨味が一つずつ、うん、出てたなと。っていうところです。なんかいろいろこうぶち込めばいいのかなと思ってたんだけど、
あのなんだろうね、こう引き算っていうの、まあ分かんないから引き算の発想っていうのかな、うん、なんていうのかな、まあそんな感じなんかそのいいこと言おうとしたのに、なんだろう、ヒーローと料理と音楽は引き算大事みたいな、はい、よく分かんないですけどね、まあうまかったということでいいですかね、いいと思います、はい、ね、あの、はい、まあこの後またちょっとこれに豚肉を入れて、今度怒られないと思うんで豚肉を入れて食していきたいなと思います、はい、またあの食べ物企画、はい、今度は秋かな、秋かな、今度ね、秋やりたいなと思います、はい、意外に美味しい、夏野菜だけで鍋を作る、実験、大成功ということで、はい、またじゃあ皆さんお会いしましょう、はい、どうもこれから祭り行ってきます。キュウリは似ても、この格好で行ってきます。キュウリは似ても大丈夫。